これが桐崎英治と家族、妹父母じいちゃんばあちゃん全員で撮る最後の動画になります。家族を解散します。今までありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは、こんばんは、YouTube ユーザー。桐崎英治チャンネル、中学2年生14歳の春休み、2013年3月18日から動画投稿を始めて、10年間が経ちました。今月2023年3月から11年目ということで、10年前この場所で動画投稿を始めました。いや、10年ですよ。まさか自分でもここまで続くと思ってなかったし、やっぱ生きてると何が起きるかわからないっていうのが第一ですね。今俺24歳でこんな顔ですけど、初めて家で撮った動画14歳の時これでしたからね。はじめまして、桐崎英治です。杉崎隆一さんに心を打たれ、投稿することを決意しました。今日よ、イオンに行ってきたんだよ。それで、ダチと椅子に座ってたんだ。隣を見た瞬間バッグを漁ったんだ。財布がねえんだよ。誰がやったか知んねえけどよ。俺の財布を返せ。5600円も入ってたんだよ。お財布返せ。この場所で動画投稿を始めたんですよ。声が高すぎる。完全こじらせてる。中二病だよ。しかもその時動画って言ってもカットもせず、ずっと人の悪口を垂れ流しで言ってました。このチャンネルは俺の人生の喜怒哀楽、大切な思春期を全て詰め込んだ喜劇なんですよ。どんな苦しい時だってカメラ回し続けたし、東京で活動してる YouTuber 多いけど、僕は石川県白山市のこの田舎っていう閉鎖空間で修行してた気分です。孤独にドラゴンボールでいう精神と時の部屋にいたような感じ。2017年に YouTube に規制入って5億再生分ぐらい動画消して、それも含めると全部を合算して40億回ぐらい再生されました。皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。この動画の高評価ボタン必ず押してください。よろしくお願いします。桐崎英治は10歳になりました。14歳で YouTube 始めて、周りの YouTuber よりスタートが早かったと思うんだけど、こんな継続できると思わなくて。だって俺コムドットヤマトと同い年ですからね。あと初めて動画撮影したのは2008年の10歳の時だったんで、人生の15年間以上 YouTubeに向き合ってきたんよ。じゃあ俺がなぜまだ流行ってない動画を運よく始めたかっていうと、2007年に小学校で面白フラッシュ倉庫っていうのが大流行してたんですけど、今の子たちわからんと思うけど、サザエさんとかドラえもんのアニメのパロディ動画、 YouTube とかニコニコ動画とか、そういう面白動画サイトみたいなのが当時認知度が薄い時代で、動画イコールフラッシュって言ってもいいぐらいの時代があったんですよ。学校のパソコン室で友達とフラッシュ倉庫をみんなで見てて、この画像みたいにこれにピンときたら俺と同世代。家に帰ってもずっと面白フラッシュ倉庫のページ見てて、ある日突然マウスで変なボタンを押して、急に YouTube っていう今みんなが見てるサイトに飛んだんですよ。いきなりもうなんかカチッてやったら、あれ、あ、なんこのサイトみたいな感じで YouTube 出てきたんですよ。それでなぜかジェットダイスケっていう初代商品紹介機 YouTuber の動画がこう出てきて、ちくわのパンを商品レビューするっていう動画でしたかね。衝撃だったのが、この人は動画を撮るだけではなくカットが入ってたんですよ。2008年当時他の YouTuber 見ても全員編集せず垂れ流し、今みんなが見てる YouTuber と俺も含め当たり前のようにカット使ってると思うけど、この当時そんな概念はなく、ガチで見た時衝撃でした。食い入るように見まくってすぐ真似したくなって、小学校4年生の時にそれをパクった動画を俺は撮影しています。こちらです。さあ始まりました、今回のプライグショップショッピングは。ほら見てください、こちらは話題の商品ドラゴンクエスト9です。まあ分からないとは分からないんですが、こちらはポイントカード最年齢なんです。それが俺の YouTuber としての第一歩でした。でもまだこの時桐崎英治は誕生していません。誕生秘話を話します。俺の小学校の同級生の友達で、友実くんっていう子がいたんだけど、その子がとんでもなくネットオタクで、俺にフラッシュ動画でも YouTube でもなくニコニコ動画っていうのを教えてきたんですよ。あのひろゆきが作った。あんまり期待せずに家に帰ってパソコンで見てたら、藤崎瑞希っていう12歳ぐらいの子供が顔出ししてなんか喋ってる動画出てきて、当時 YouTube にはおっさんしか顔出して動画投稿してなかったのに、ジェットダイスケとかマイギョインさんとか、ニコ動には自分の5つ年上ぐらいのお兄ちゃんが動画アップしてるのかってなりましたよ。ほんと衝撃受けて、しかも面白くて見まくって。藤崎瑞希ってやつがどんな動画アップしてたかっていうと、その人はカメラに向かってリスナーに悪口言って煽るんです。こんばんは、精神が厨房消防の藤崎です。そういう画期的なスタイルで人気になった人なんですけど、その藤崎瑞希っていう人間がいて、視聴者が俺も含めキッズだったわけですよ。小学校高学年ぐらいが視聴者、俺が当時小4だから。そしてヤバいのが、その藤崎瑞希のリスナーの子供たちの一部が便乗して顔出して動画上げ始めたんですよ。藤崎瑞希に物申す、藤崎瑞希何お前視聴者さんに悪口言ってんだとか、藤崎瑞希俺が超えてやるみたいな、今でいうヒカルさんと柴田の動画上での言い合いとか、 DJ 社長とコムドットヤマトのネット上での言い合いみたいな感じ、それの藤崎瑞希 VS 視聴者バージョン。藤崎瑞希の視聴者が動画を上げ始めて人気になったその一人が、サシマンこと渡辺真央と、そして山下泉、杉崎隆一、俺が桐崎英治として動画投稿を始めたきっかけの3人の登場です。この3人も視聴者に悪口を言うスタイルだったんですけど、当時2008年から数年後 YouTube の方が日の目を浴びてきて、彼ら3人はニコ動から YouTube へ移行したんですけど、サシマンこと渡辺真央は生き残り、杉崎隆一と山下泉は人気低下により引退しました。そして彼ら2人の意思を引き継ぐべく、俺は2013年3月18日にカメラのレックボタンを押して動画投稿を開始したんよ。もう運命ですね。名前も完全に藤崎と杉崎の名前を引き継いでいます。あれから10年経ちました。俺が影響を受けた先輩たちは全員いなくなってしまった。俺が10年で億円稼げたのも彼らのおかげなので、いつか直接ありがとうと言いたい。
ガキの頃の俺はいじめの対象にもならない。いじめとか発見してもぼーっと見てる傍観者。中学時代は勉強もスポーツもろくにできない本物の劣等生だったんですけど、そんな日々に飽き飽きして世間に何か強い衝撃を投げつけてやりたいっていう衝動に駆られ、そういう感情も相まって YouTube を開始したのもある。クラスメートなんてたまたま同じ年に生まれた近所のやつが同じ部屋に集められただけじゃんっていうひねくれた考えをする人間だったな。かといって友達もいて野球部も入ってたけどね。モンハン会野球をする日々でした。小さい頃桐崎一も視聴者に悪口を言うスタイルで動画を始めたんですけど、マジで伸びなくて1年頑張っても登録者1000人しかいかないし、ジェット大輔さんを真似た商品紹介動画も伸びない。その人とまだ登録者5000人のはじめ社長がいたチューブサウザントっていうグループがあったんですけど、その YouTuber の内輪のなんか仲いい奴らの囲いみたいな、その人らに悪口言ってディスる動画でようやく3万回再生取れるぐらいで、それ以外全部1000回再生とか、路線変更が必要だと活動1年経った高校1年の時に痛感させられ、マジ戦略が必要でした。2013年はヒカキンさんが登録者日本一 YouTuber で、確か登録者70万人ぐらいかな。この人マジで頭良くて、ヒカキンさんジェット大輔に影響を受けて商品紹介を始めた PDS っていう YouTuber がいるんですけど、2012年頃までヒカキンさんではなくその人が日本一だったんですよ、再生数とか登録者が。ヒカキンさんはその PDS に影響を受けて商品紹介を始めて、絶頂期の PDS が2012年頃の夏頃に海外に行って、確かあまり動画出さずサボってたんですよ。これはチャンスだと言わんばかりに、ヒカキンさんは夏休みの間に毎日日本投稿し始めたんですよ。朝と夕方に1本ずつ。中学生ながらに俺はガチであの人頭いいなって本当に心の奥底から尊敬したわ。当時の毎日日本投稿は画期的すぎて、今編集者構えて当たり前のように新世代の人とかはやるけど、当時は一人ですからね、ガチで努力家で。そのままヒカキンさんは2013年 YouTube Japan のキングになってしまいました。まあ今も継続してますけど、これを見て高1の俺は痛感しまして、動画投稿で成功するには、例えばまあバンドとか音楽でもそうだと思うんですけど、売れるために創作的な表現を盗用すればいいと確信しました。全てのエンタメはオマージュから始まるって言葉を聞いたことありますか？もちろんオマージュ、パクリ、盗用は別の意味だけど、パクリ方に問題があるだけで、パクること自体は悪ではない気がする。ヒカキンさんとか、例えば日本一 CD が売れてるバンドビーズもそうですが、元ネタをオマージュした上でそこへ独自のカラーを持ち出すことに成功してるんですよ。ビーズは昔から海外のイントロ A メロをオマージュして曲を出したりしてます。極論になるけど、オマージュを一切やらないと仮定した場合、動画が作れなくなってしまうと思うんだ。そう、現代の全 YouTuber は誰かの模範でしかありません。ヒカキンさんだって事前事業で動画をやってきたわけではない。売れたいと思うのは当たり前の感情なんですよ。そして売れるためにはヒット動画を作らなければいけない。だったら PDS の売れる方程式に沿って動画を制作することはそんなに悪いことなのだろうか。過去の名作動画を模範する、最短距離でヒットというゴールにたどり着ける、この方法を俺は今でも最悪な形で実行しています。メイン動画ショートも全て海外のパクリ。俺はオマージュではなく丸パクリをしています。現在でもこのスタイルは10年間ずっと一緒です。もう最悪な人間です。肉焼いて食う動画だって孤独のグルメのパクリ。もうセリフも全部パクリ。太宰治は言いました。どうにもならないことをどうにかするためには手段を選んでいる暇はない。だから2014年15歳の俺はある計画を実行しました。それが家族動画の誕生です。来ました。当時真元さんが妹にドッキリ仕掛けたり、 PDS が兄の PDR さんにドッキリを仕掛けたりして、バケツで玄関で水バーンってぶっかけたりするみたいな。それで彼らは猛威の再生数を振るってたんですが、この手法を登用すれば必ず伸びる。日本に家族 YouTuber はまだいない。海外にゴミほどいるけど、そう思いじいちゃんと妹を活用しました。世界一まずいグミをじいちゃんに壊したり、妹にバレンタインチョコあげるドッキリなどを仕掛けて、登録者7000人くらいから10万人まで上り詰めたんや。破竹の勢いでしたね。唯一セブンイレブンとローソンでバイト2年間してたことあるんですけど、高校2年になった時にこの策略で再生数が上がり、銀行口座に広告収入15万円が入って、バイトすぐに辞めた俺の作戦が完全成功しました。しかし桐崎一、俺はある失敗を犯してしまう。家族ネタ以外にも今でいうバカった地味た行為の動画もアップロードしてたんですけど、ケツにメントスコーラをぶっかける動画を高校の校舎の中で撮影したり、バスで仮面ライダーに変身するっていう迷惑行為をする動画をアップしてたんですけど、2015年当時登録者20万人。それを見た校長が激怒して俺学生主任室に呼ばれ、無期謹慎を言い渡され、結果高校2年の冬に YouTube で退学。引退キャスもしましたね。マジで学費が石川県内で一番高い金沢高等専門学校っていうとこ行ってたんで、親にもめちゃくちゃ迷惑かけたし、みんな絶対俺を反面教師にしてくれ。後に高校退学後、高卒認定試験受けて大学も行って卒業したんだけど、退学になった翌日、17歳の俺は決意しました。動画投稿で飯を食っていこうと。この仕事は博打打ちなんですよ。マジで水商売、漫画家みたいなもんです。一発人気で当てても継続させるの難しいし、週刊連載してるような気分。この10年間売れて頂点まで上り詰めて、もう一気に下落して死んでた YouTuber を何人も見てきました。でも俺はその逆境に立ち向かおうと。将来死ぬ間際病院で鼻にチューブ入って点滴されて、腰の間際動画を撮ってて死んだら、手がカクンと落ちてカメラの録画停止ボタンを押す。それまで動画投稿を続けようと。それが YouTuber としての俺の最終回にしようと心に誓った。退学後はいろんな YouTuber と会いましたね。ヒカキンさん、はじめさん、フィッシャーズさん、東海ワンさん。登録者30万人に上り詰めるまでコラボは一切しなかったんですけど、でも人と絡むうちに桐崎エイジはこんな思想が芽生え始めました。楽しいと。人はみんな誰かから助けられ、支えられ、協力して
生きている。いろんな人と巡り会えて友達もできて、使い方さえ YouTube 間違わなければ幸せな道に行けるし、先輩後輩の輪も広がるから幸せなもの。コラボすることでこれを実感したんですけど、僕は二重人格なんですよ。キーザゲイジとは対極の高畑亮の黒い思想が芽生え始めました。友達は作らない、人間強度が下がるから。もし急に外に捨てられても生きていけるだけの力が欲しい。内輪にいなくても自分で餌を手に入れられる力が。だから2017年以降そんなひねくれた思想が溢れて、コラボを誘われても全て断り廃止してました。たびたび人と動画を撮っていた時がありますが、それは桐崎英二の明るい思想が高畑亮に勝った時だけです。でも今までかかってきてくれた人本当に感謝してます。途中で喧嘩した人もいますけど、今も全員に感謝してます。いろいろ言いましたが、人との出会いがあって今があるんだなってのは思いますね。まさか YouTube、TikTok ってものが大ブームになって、小中学生子供たちが携帯で普通に自分の顔を出して配信して、15年前の俺からしたら本当に考えられない。2008年とかネットで顔出しただけでクソ上者だって言われて叩かれてましたからね。誰でも10年前の俺にこの文化もう誰でもやってるんだぜって言ってもギリギリ信じるレベル。昔は陰キャしかいなかったのに、陽キャ YouTuber もすごい増えて、表では評価されないけど裏では評価されるネットの動画がすごい好きだったんですよ。でもいつしか息苦しくはなってきましたね。昔は陽キャは遊びで海にサーフィン行くから、俺ら陰キャはインターネットサーフィンしてたのに、ここ数年でこっちが盛り上がったら陽キャは海から出てインターネットになだれ込んできたんよ。もうこれから俺は海に行けばいいのか。俺は試行錯誤して生き残ったんだけど本当に辛かった。5年ぐらい前から海外の YouTuber1 日2時間ぐらい見て、ルカさんのマックス、トッパカルド、ミスタービスト、ここ5年間の企画はショートメイン含め全て海外 YouTuber のパクリです。したくもないやらせ動画を毎回彼のために撮ってた。この3年間うちのチャンネルには全て台本があります。お見せします。例えば先月アップした妹の部屋に家族で潜入してドッキリ仕掛けてみたって動画の台本、こんなにあるんですよ。すごくないですか。まあ、これぐらいではなく、もう今までの動画5年間毎日です。木崎英二卒業しますって嘘の動画アップしたと思うんですけど、その時の台本もあります。家族全員で動画の台本考えてるわけですよ。俺が撮影編集監督して金のために世にも奇妙な家族を作り上げてきました。妹父母にもこのセリフ嫌って何度も指導してきました。けどそれで結果出てたんですよ。人の動画の真似オマージュを駆使することで、去年も地平道を吐きながら頑張り、2022年は総再生数ランキング日本16位、ヒカキンさんの真下ですからね。あれほど2013年日本一で賢い、地頭がいい、そう思ってたヒカキンさんの一歩下まで10年かけてたどり着きました。でも結局勝てなかった。さらなる勢力、新世代たちも出てきて、このイストリーゲームはまだ続くのかと脳失踪になったわ。それでもいつも見てくれてる視聴者たちの娯楽に慣れてると思えば、全て疲れは吹っ飛んでましたね。去年の8月、月間で1億4000万回再生を勝ち取った時、俺は思って、本当に俺がしたいことはこんなことなのか。死んでもないじいちゃんを殺して亡くなりましたっていう嘘の動画をアップしたり、公職選挙法違反軽犯罪を起こして大炎上したり、家族とのやらせ動画で視聴者を騙して、俺は何を悪逆非道なことを10年間してきたのかと。動画続けてる上で家族とはとっくみ合いの喧嘩に何度もなってます。楽しいではなく数字になってしまった。まあ、当たり前のことなんですけど、売れ残るためには数字は必要だし、絶対に金も必要だ。そんな感情だった俺は今までの自分がなんか嫌になり、 YouTube で人を騙し、家族で億円稼いでも幸せではないと気づいた。まあ、これ完全に逃げです。どんな人の不幸も大半が泣き言だ。人は何もかもが思い通りになったとしても、すぐに次の不満を探してしまう。今の俺だってきっとそうで、地球規模で考えれば貧困の国々に生まれるより、先進国のこの日本で生まれたこと自体俺らは幸せなのかもしれない。けど俺の中の人生の定義は現在不幸なんだ。ビトゲンシュタインは言いました。どんな不幸だと思われる人生だって幸福に生きよう。だから俺は俺の信じるもののために去年の9月決意しました。報告します。家族解散して妹を連れて東京に僕は引っ越して旅に出ます。理由は他にも言えないことが様々あるのですが、とにかく母と父に楽をさせてあげたい。うちの親ももう50歳過ぎてますよ。子供が巣立ってゆっくり過ごしたい年頃なのに、動画で喜劇を撮影するのは本当苦しいはずです。何度も母には引退したいと言われてきました。あと本当は YouTube やめてセミリタイアすることもちょい考えてたけど、それは絶対嫌で、何もしないと人って虚無に襲われるんですよ。これからの動画はやらせ動画廃止して、自分の撮りたい動画しか撮らない、そう決めました。東京には俺一人で行く予定だったんですけど、妹は看護大学に今まで4年間行ってて、今月卒業で看護師の国家資格も先月受かって就職するはずだったんですが、お前俺と東京来るか就職するか選べ、そう尋ねると妹は就職決定、 YouTuber の道を選びました。だから俺と同行します。あとね、俺ってたまたま石川県に生まれ育っただけやん。 RPG でいう始まりの場所、ドラゴンクエスト8でいう最初の街トラペッタ、そこにずっといてそこで充実した生活を送るのもいいけど、人生がま数年ぐらいとかやったらいいんやけど、人生80年ぐらいあるんだから、そんなに長い時間生きるんやったら、なんかせっかくドラクエ始めたんならいろんな装備欲しいし、いろんなダンジョン行って見てみたいと思うわけよね。だから石川県から飛び出すってのもある。でも俺には汚い部分があります。正直マックスで始まりの街から旅に出ます。みんなのおかげで資産億円。俺子供の頃からせこい人間で、例えばゲームのドラクエ8でベルガラックっていうカジノがあるんだけど、カジノで金かける前に教会でセーブしといて、カジノで大金かけてもし負けてコインが減ってしまった場合は、電源リセットしてセーブせずにゲームを終了するとカジノの結果を無効化できるんよ。それで何度もリセット繰り返して、カジノで買ったコインでメタルキングの剣を購入してゲームを楽に進めるような人間です。悪逆非道です。始まりの街石川県からレベル340万で旅に出る。ステータス総再生回数40億回、チートスタートです。人生は死ぬまでの退屈しのぎです。人生で何
何を成し遂げたとしても最後にはこの世界から消えてしまうのだから。人は一人で生まれて一人で死にます。誰と仲良くしていても本質的には一人です。通じ合っても全てを共有するわけではない。生きることは寂しいこと、寂しさをごまかすために他人がいるんです。あなたは誰かとの思い出がありますか？そら貴重なものです。決して忘れないようにしてください。もう再生数のために視聴者を騙して道徳倫理モラルに欠けるような行為をずっと繰り返してきて、それがもう俺本当嫌になりました。もう今までもうよく頑張ったよ。もう10年間もうずっと数字のために、もう金のために、何を起こしてもいい、犯罪を犯してもいい、じいちゃん殺してもいい、もう意味がわからんよ。もう本当に頭おかしい。もう俺カメラのレックボタン回した瞬間にもう二重人格が芽生えるんですよ。俺今視聴者のみんなと初めて本音で語ってます。これ今までの俺は偽物です。これが俺の本心です。初めて真正面からみんなと向き合ってる。動画のカメラを回り始めたら桐崎英治で、もう回しない時は高畑涼っていう人間なんですよ。もう二つの人格があるんですよ。もう入れ替わるんですよ。だから多分実際みんながプライベートで俺に会ったら全然違う人間に見えますよ。もう静かに喋らん。だから桐崎英治活動開始10年を終えて決意しました。石川県から東京23区へ引っ越します。もう物件も見つけました。母と荒々くんと見に行ってきたんですけど、東京家賃高い、行かれすぎ、マジでやばい。月に 4,50 万ぶっ飛ぶってレベル。まあでもいいんだけどね。金は貯めた。もういろんな意味不明な言葉を一気に使って、 YouTuber みんなに伝わってるか分からんけど、結論、正解を選ぶよりも選んだことを正解にすることが大切。こういう人生を歩んでいきます。俺も YouTube ユーザーも無数の選択の上に生きている。例えば歩き出す時、どちらの足から前に進めるのか、ご飯のおかずを何から食べるのかとか、もっとミクロの世界でも選択は行われるんですよ。ありとあらゆる瞬間無数の選択が行われていて、世界はその選択によって作られている。その選択を正解に導けばよい。ただそれだけです。家族に会いに行きましょう。彼らにも家族解散について話してもらいます。行きましょう。よし、みんな揃っとるか。な、最後の撮影、これで最後の撮影やね。これが最後だと思ったらちょっと寂しいわ。そうやな。これ最後なんや。始まりがあれば終わりがあるんやな。そうやね。俺は悔いない。これで家族全員が集結する最後の動画やから。この恥ずかしい家族も終わるってことやね。そう、全部演技してた桐崎家。演技じゃない、本気や。私演技や。あんたに怒っとったのは本気。そんなん抜きにして、でも不倫したん本当やん。だからまだそんなこと、不倫関係ねえやろ今。でもしたんは本当やん。いや本当や。嘘じゃん、ばっかりじゃん。悪いけど、もう1年経ちます。視聴者のみんなには家族解散して俺と妹だけで東京上京するっていうこと伝えてんけど、なんでそうなったかっていうのは、まあ、お母さんからちょっと。なんでこうなったかっていうか、皆さんは出来上がった動画だけしか見てないじゃないですか。撮影するまでにも用意があったり、台本があったり、段取りとかあったり、もうすごい大変やったよね。家族動画だけじゃなくて他の出演者の人たちが関わってきたり、正直うちですね、私も仕事辞めたし、やすしも仕事してないんですよ。3年前に仕事辞めたんですよ、うん、お母さんは。それまでずっとしてたんですけど、親父はもうずっと俺が中学の時からもうニートでした。寮はね、別にお金儲けで YouTube 始めたわけじゃないんですけど、たまたまその高校の時に桐崎英治っていうチャンネルがバズって収益化になって、高校2年の時に150万の月のその収入があったわけですよ。寮も高校入ってすぐにバイトも頑張って、まあ家計助けようと思って頑張ってきたんですけど、 YouTube で稼げるってなったら家族を養わなくちゃいけないって多分思ってたと思うね。でうちってもう本当に貧乏やってんね、マジで。そうで、舞もその当時まだ中学生、これから高校大学に進むにあたって、まあ私たちも一応貯金あったけど、親父は仕事してない、もうギリギリの生活でした。で寮は多分その生活も分かってて、これで稼げるんやったら家族のこと助けられるんじゃないかなって思ったんだと思うんです。お金儲けで始めたわけじゃないけど、お金儲けになってしまったんかな。もうなってしまったわけよ、うん、寮のチャンネルがでかくなればなるほど、私も仕事しながら休みの日に動画撮って、結構すごい体もきつかったってね。それでじゃあお母さん仕事辞めればっていうのになって、ここの家族は、高畑家はその YouTube の収益だけで生活をしてました。それをまあ数年続けて、私たちも養わなければならないってなった時に、もっと稼がなくちゃいけない、もっと頑張らなくちゃいけないっていう風になって、最終的には YouTube が嫌いになり始めてたんです。俺とおかんともうめっちゃ喧嘩したしね。喧嘩しながら動画撮って、もう本当にみんな余裕がなくなってました。まあ、ただそれで結果も出てたわけですよ。結果出とって、うん、俺もあなたたち演技指導とかしたり、そうそうそう、で毎回毎回みんなは俺ら楽しそうに見えてると思うんですよ。けどそれって偽物で、俺がお母さん今叫んで親父にブチ切れてとか、そういう演技人とかすごいしてて、すごい人って、舞が3月で大学卒業するんですけど、まあ、これ決めたのが、夏終わってからかな。そうやね、9月やね、うん、9月に家族動画を解散しようってなったりとか、その頃にはもう舞が卒業して就職ができるっていう形まで行って、学費も全部もう払い終わって、そうなったらはっきり言って生活はしていけるわけよ、私たちは。そうなった時、亮は YouTube が楽しくないものになってしまっとった、自分が嫌になった。好きな YouTube をこれからも続けていくために、家族は解散して自分の好きな動画を撮りたいっていう風になったんです。もうこのチャンネルインフレしてきて、でもう家族でやりたいことはもう全部この10年間でやりきった。やりきったし、だから
から亮が一番最初に家族動画解散するって言った時に言った言葉が、俺はこのまま死にたくないって言ったんです。亮が本当にストイックに頑張ってきた姿をずっと見とったから、亮がもう家族動画解散しようって言った時、もういいよって、もうそれでいいと思うよ、お母さんたちはもう十分お金ももう必要ないし、自分たちだけが暮らしていけるだけの生活なんて自分たちで稼げるから、亮は自分の好きなことしてって。俺東京上京するって言ってやん、でお前就職するか東京行くかどっちか決めろっつって、看護師に就職したかったらすればいいし、したくなかったら蹴れっつって。で俺はもともと一人で東京行くつもりやったよ、うん、もう冒険しに、ね、けどなんで前は東京行くこと選んだ、うん、これ言っていい、本音で言わんかも今日全部本音や、これ隠すことないから、もうやらせなんてないから、うん、いやあのね、2022年4月の時点ではもう看護師の資格取って就職しようってもう心に決めとってって。でも就活も動き出しとったし、どこの病院受けるかも決めとった、就職の試験とかもあって、その準備に取り掛かっとって、もう完璧な状態やって、あの面接の状態ももうこれはいけるなと思っとった時に、学校から YouTube のことで言われて、でその YouTube のことで言われた内容っていうのが、やっぱコムドットとコラボしたことでいろいろ広まってしまってんで、学校の中でコムドットって知名度もあるしすごい人たちやから、まあ、それで広まって、学校から言われたのが、あなたが今 YouTube を続けていくんやったら就職試験受けることは許さんみたいな。東京とかその県外に撮影することはダメやったん、看護大学って。前の就職しようと思っとった病院が総合病院で、で公務員のとこやったよ。公務員ってさ、こんなさふざけた動画に出とった人たちを雇うかって言ったら分からんやん。無理、厳しいん。そう、厳しいかもしれんし、もうそれは病院側にも伝えないし、もしかしたら受けることも無理って言われるかもしれんって言われてん。やから、あ、これもう無理なんやって思って、前の中で。でもどこ心のどこかで前は YouTube をしたいって気持ちがあってん。昔からやっぱ目立つことが好きやって、そうやって YouTube 出るのもすごい楽しかったし、でなんか自分の中で、あ、ワンチャン転職なんじゃねとかなんとなく思って、まあ、何も喋れんくせにさ、あ、これ転職なんじゃねと思ってでも俺が中学校の頃、お前を最初に動画出演した時、マジでお前キレとったから、うちさんといてっつって。そう でもさ、高校入ってなんかバズったよ、お兄ちゃん。その時なんか結構みんなに言われて、あ、嬉しい嬉しい、なんかいろんな人がお前私のこと知ってくれとるみたいな、今のインフルエンサーみたいな活動もしていきたいなって気持ちがどこかにあったから、今もしかして看護師してしまったらさ、だんだん年を重ねてそのインフルエンサーみたいな活動になってできなくなっていくわけやん。ただこいつは逃げを持ってるんですよ。この看護師の資格あることによっていつでも職つけるんですよ、この YouTube。 もういつやめても、これずる賢い。ずる賢いってさ、でもさ、これも前の中の、まあ、逃げ道と言ったらあれやけど強みやと思う。いや、ガチ苦労した。あんなさ暴れた動画撮りながらさ勉強するには、しかも国家試験のさ前日もなんか動画撮ってめっちゃずーっとうるさいし、どうしようこいつらと思ってさ、ほんと大変でした。とりあえず精神的にお母さんは病んだよ。そう、精神的に病んどる状況の中で前は勉強ずっとしてるみたいな。だって動画の撮影の前の日、寮からこれ用意しといて、あれ用意しといて、台本読んどいて、いっぱい来るやろ。すっごいきつかって。まあ今まで仕事って私2つしかしたことないんやけど、みんな仕事結構きついって言うやん。私仕事そんなきついと思ったことないんやってね。こんなゆるい仕事今までやったことない。でも一番影響大きいの言っていい、この YouTube これから続けていくことに影響になった人たち、やっぱコムドットよ。ガチで。え、コムドットとコラボしたから、あ、あ、なんか今までさ、あのうちで撮っとる動画ってさ、すっごいまあ嫌やってんで、でも昔は楽しかったんよ、高校生の時とかは。でもコムドットと会って、あ、YouTube 撮るのってこんな楽しかったんやって思い出して、あ、YouTube ってこれやと思って昔は楽しかったやと思って、あ、やっぱり YouTube いいなって思った。昔楽しかった、確かに。あの尺短かったのもあるけど、そうなんですよ、時代によって新世代たちがね、尺を伸ばすことによって俺らも伸ばさざるを得なくなったんですよ。俺が親父に家族解散をこれ伝えた時、あんたどう思った？うん、来たなと思って、朝電話かかってきたよ。先にママより俺にかかってきたよ。親父ちょっと起きとる？ちょっと俺たまたま夜更かしして起きとって、話あるし、そのまま起きてちょっとママと3人でちょっと一回話したりして、これガチで考えたことやしって言われて、俺呼び出したよね、親父。そう、ね、ごめん、私はヤスシが私に電話かかってきて、うん、今からリオクルし大事な話あるしした時、なんかしたんですよ。またやらかしたか。そういや、また炎上か。そう、あ、犯罪を犯したと思ったんや。そうなんて思って、それやったし、ごめん、本音言っていい、私はあ、やっと黙ってくれるんやって思った。すごい嬉しかった。やめれるんやって、うん、やっとこの呪縛から解放されるって思ったぐらい嬉しかった。僕は親父に電話で招集かけたんですよね、みんな家族集めてくれっつって。しかも朝5時半やん、あとと来たかと。で俺みんな集めて家族解散しようって決意したこと伝えてんね。30分の動画でもう丸1日と、うん、ね、撮るわけよね。そう、4時間ぐらい撮るんですよ。そう、4時間じゃないよ。4時間じゃない、もっと休憩も入れるけどね。もちろん入れるけど、夏は朝10時から5時とか6時までやっとった時、あと移動もあるからね。改めて2008年初めて俺と舞が撮った動画見てみるか。2008年、家のビデオカメラで撮ったやつか。そう、ああ。
はい、これが俺と前が初めて撮影した動画です。二人で2008年当時15年前。すごいね、これが職業なね。15年前に俺らが遊んだったことが、とんでもないことや。てか遊びがこれやっていうのもおかしいよね。あんた、やっぱそれ変わっとる。やっぱり興味持ったことが他のこと違っとったからよかった。あの、人と同じことしとってもお金稼ぎできる。これがジェット大輔って YouTuber と、まあサシマンこと真央と山下泉、藤崎瑞稀、杉崎隆一のパクリをしてるんですけど、これ妹と二人で。この当初兄弟動画撮ってる人なんていないですから、2008年。マジか。なんそれ。まあヤマトもセイラも動画撮ってる、ヤカマチ兄弟も撮ってる。俺らがもう YouTube ジャパンの兄弟 YouTuber の元祖なんですよ。これビデオカメラで撮った。あんたらの運動会で俺らを撮影する用のハンディカムのカメラ。だから私だから。あのボロいカメラ。後で運動会とか撮ろうと思ったら何残っとるんと思って。なんでこんなもん残ってるんですよ。私は計算と DVD に映して。まあ、当時俺が小4で舞が小2の時です。初めて俺の動画見た時でいつけ。あんたの友達とお母さんに聞いてん。ねりょうくん、なんか YouTube っていう動画で撮らんって。何それ ?YouTube っていうことあんまよくわからんから。え、何っつって調べてみたらあんたが出とったわけよ。ネットによくあんた部屋にこもって一人で喋っとったやろ。この子何しとれんのと思って。舞があの家族の中で一番最初にりょうが YouTube してるってことを知ってん。舞が初めて姿を出演した動画がゴキブリドッキリってやつね。これめっちゃバズったよ。これめちゃくちゃバズったよ。もうちょっと規制で削除されてるんですけど、お前が中学校2年生の時に学校から帰ってきた時に階段の上からゴキブリを脅すドッキリを俺が仕掛けて。うっばうっばうっばだっやばやば、何やっとる。めっちゃ覚えてるこの時の。私も知っとる。ちゃんと顔は映してないんよ俺。でも若干映しとるからちゃんと、ほらちょっと。しかもこの時さ、風邪ひいとって声くるながらね。どう思ったこの時。なんか日常でさ、絶対怒らんことをやってくるから、あ、面白楽しいって思った。お前の彼氏の前でタンケーキやったんや。あったね、絶叫の。お前あの高い大嫌いだから。あーいけー、タンケーキ、タンケーキ、気持ちいいやつわー。もう、いざひ、おいしい。おいがいがい、部屋におるときにタンキッキーされたわけやけ、自分の実の親父に。そう、その時どう思った。マジ最悪って思った。思うやろね。もう終わったと思った。でも主義の頃ってあれやばいよね。でも前あの元からマジ世界一大っ嫌い。あ、ほなちょうどよかったよマジこれ。でもうちのチャンネル一回死にかけとるんよね。これ視聴者に言ったことないんやけど、一応言ったらダメやなと思って、あの Google の契約上一回このチャンネル2ストライク食らって瀕死になったことあるんですよ。このチャンネル資産なわけですよ、もう金になるから。 YouTube って3本動画削除されたらそのアカウントバンになるんですけど、僕2本消されて、で残り1本って状態の瀕死状態だったことあるんですよ。あの時ほんと一番やんだ。まあその次に辛かったのが高校退学した時かな。高校に呼ばれて、やすしと私とりょうで校長室に呼ばれたやろ。で行った瞬間に何にも喋らずに退学届こうやって出されて。そう、しかも YouTube でですよこれ、うんうん、で私はショックでうんこ漏らした。まあでもそれ退学なってなかったら多く稼げるプレイヤーなってなかったかもね。就職する気取ったもん俺だって、もうあのまま YouTube やめて。一番辛かったこと言っていい？例えば特に案件の時とか、りょうがねやっぱり切羽詰まってきて、案件用の動画も撮らなくちゃいけない、私らのことも逃さなくちゃいけない、めっちゃイライラして物に当たったり私らに当たったり、あんた私親やよって思ったこといっぱいある。なんか例えば会社の上司に折れるとか先輩に折れるとかならいいけど、いい年したおばさんが子供にあんな怒られながら動画撮っとるんよ。イライラされながら。そう、俺は監督してるのにその指図を聞かずに。聞かずにじゃないって、私ちゃんとしとったって。動画撮り始めたらおかしくなるんですよ俺頭が。で自分の思い通りの撮影ができなかったらすごい家族に当たっちゃう、そういうなんかちょっと DV 気質な性格があるんですよ。殴ったりはせんけど物に当たるから、うち壁あなただけですよ。本当に手挙げて喧嘩とかしまくってるね。もうあの撮影中、撮影前、まあ、去年とかも一昨年も一回包丁出してきたこともあったよお兄ちゃん。ああそうやったっけ。うん、あと蹴り合い。だからこれがグループ YouTuber なら気使えやろ、やっぱ他人やから。うちは家族やからガチの喧嘩になったんです。鼻血出るような喧嘩にもなるわけですよ。そう、顔面パンチしたことあるもんな。 だってこれ他人やったら訴えるよ。これ家族やし訴えるんだけよ。被害届も出さんよ。え、これさマジで世にも奇妙な物語の台本にできるから、ぜひ作ってほしいです。私たち家族で最初はすごい仲睦まじい普通の家族やったに、 YouTube があることで切羽詰まってって家族の関係がだんだん壊れて、最終的にあの一人のお兄ちゃんという人が家族をみんな殺すっていう。うわー素晴らしい話や。あんた今もう家族動画引退って言ってくれたしいいけど、これ多分続いそうだ。絶対誰か一人死んどる。まあ死人は出てるよな、うん、絶対死んどる。多分死んでなくても精神的にやむ。パラサイト半地下の家族みたいな感じなんですよ、うちらの撮影風景は。あのみんな楽しいとこしか見えてないでしょ。けど本当に気違い人みたいような喧嘩をずっとしてるわけですよ。視聴者のみんなが見てくれてるおかげで、まあ娯楽として俺らを楽しんでくれるおかげで、まあ僕たちにもまあ収入が入
入り莫大な資産を得たわけよ。超富裕層一歩手前ぐらい。本当にこの家族の力を本当連携して頭が壊れるぐらい頑張って多く稼げるプレイヤーになった。しかもうちみんなお金使わないんですよ。そうマジで生活水準上げないですよ。すっごいよ。それが私すごいと思う。あ、だってひろゆき言っとったよ。もともとお金持ちの人は急にお金使ったりしんけど、例えば YouTuber とか芸能人とかでもいきなりお金持ちになるやん。普通の家庭に育った人 99% がお金使わなくなるやんて。あ、それで売れたらいきなり。そうで 1% の人だけがそれをしない。それがあなたや。うちほんとなりきんやよね。貧乏からもう所有層になりやがって。でも何にも性格変わってないよ。そうずっとうちのお父さんとお母さん給料が低い低いっつってずっと嫌って喧嘩してました小さい頃。あー覚えてる。給料が安いじゃなくて仕事行かないからおことって。違う違う、あなた一生懸命仕事しない、ちょっと風邪ひいた、ちょっとひどいして会社休んだやろ。うん、たまにな。だから給料上がらんやん。俺給料明細昔見したんよ、ママに。いつもお疲れ様っつってお小遣いくれとって、いくらか。まあ金額言えんけど傷ついたことあって、いつもやったらお疲れ様、今月もお疲れ様って言われたけど、その時見せたらパッ、なんやこれ、はぁーっと給料目指捨てられたしね。そんなことするっすし、おっびっくりしたもん。会社休んでばっかりだから。いや給料変わらないよ。サボ取ったら。でもいやサボ取った、たまに私それ分かっとるから頭に来てんよ。それで一生懸命働いとってみ、うん、それはしょうがないことや。でもそれはバレてないと思ったんやろ。バレとるわ、パチンコばっかり行ってやぞ。あの仕事サボってパチンコ行っとって、そう、まあ、バレとるから。あーさあ行ってきまーすって言うて、マルハン行ってガロン行ってみたいな。だからこういうことも相まって金を稼がざるを得なかったんですよ。そう、俺金沢高専っていう学位クソ高いとこ行ってて、ね、前も普通に高校行ってて、その大学今行ってるでしょ。これ全部 YouTube の金でなんとかなってます。もうなんとかしないといけなかったわけですよ。あなたが仕事しおかげで俺はここまでやってこれた。それはだから俺がその途中で仕事辞めたおかげでここまで伸びた。おかげって言うな自分で。何のおかげや。まいちゃんなんかあるんじゃないの。あ、そうです、ちょっと待っててください。え、どうしたの。何やろ。はい、これはお母さんへのプレゼントです。え、どうしたの。え、いつ買ってきたの。昨日買ってきました。え、そんなこと相談しとった、あんたら指輪。あ、言ってしまった。え、私指太いし入っかな。お母さんにプレゼントです、リング。はい、え、マジ。あ、これが人差し指か、うん、これ2万。え、マジ。え、そんなした。はい、お手紙も用意してます。え、ガチで2万した。ちょっと無理した。あ、俺ないの。この指輪2万したらしいです。え、これなんてブランド。エテっていうブランドらしいです。これ結構ハイブランドの。俺何もないんや。お手紙読んでいいですか。お父さんは別にいらんかったの。お世話になってないもん、ね、いや、お世話になったけど、なんかお父さんのプレゼント何あげればいいか分からんだ。知りました。いきます。例えばさ、腕時計、自食とかさ。ね、私少し知んねんけど、子供にあんた求めすぎねん。普通親っつったら子供に与える方ねん。あんたは求めすぎねんって。本当に親父がダメな家なんです、うちは。これでもう証明されました。そして私が一人で苦労してきてました。あ、お手紙読みます。ママへ、今まで世話のかかる私たちを愛情を注いで育ててくれてありがとうございました。特にマユは小さい時から問題児で、友達とトラブルになることが多くて、ママにたくさん謝らせたし、今でも言うこと聞かんから本当に大変やったよね、ごめんね。で、パパがどうしようもない分、たくさんマユとリョウのためを思って行動してくれて、毎日ちゃんと美味しいご飯作ってくれて、家事してくれて本当にありがとうございました。どんな時でも子供のことを第一優先に考えてくれて、私たちの一番の味方でいてくれて、すごく支えられました。ママは母親の鏡やし、マユもこんなお母さんになりたいなって思う。これからは兄弟で切磋琢磨して頑張っていくね。リョウのことは心配やと思うけど、マユのことは心配しないでね。これからのママの人生が楽しいものでありますように。 PS、 パパとはいつでも別れていいからね、マユより。もう離婚してますけど、まあ別居していいからねってことです。はい、これちゃんと愛情のこもったマユから母への手紙でございます。これも完全にも実質でございます。泣いた。ごめん、笑った。お母さんとお父さん結局どうすんの、勉強すんの。これまだ考えてない、あんたらが来て落ち着いてから。ただ5月に練炭自殺しますんで。さよなら。えちょっと待って、待てでも親父、自分がやってきたこと、今までヤバいかったことって分かるやろ。分かる。お前ら全力で頑張ってきて、どうしてもダメだったら帰ってこい。頑張ってない人間に来ないわ。あれだもんな、40過ぎてからこの YouTube っていう世界に入って、リョウの動画に出て、すごいいい思いいっぱいした。つまらん人生で終わらなかったのが、それが一番良かったなと思う。東京に行ってしまうけど、あの見えない場所によってもいつも気にかけとるし、何かあったら私のこと頼ってほしい。それはあのできる限り私は力になりたいと思う。キラーン。明るいんですよ。普通ここ悲しむところなんですけど、もうみんなやり終えたんですよ。あ、私はもう悔いないね。でも北斗の家のラオウですよ。この生涯に一辺の悔いなし。パンクの普通はお金儲けたいから頑張るかもしれないよ。まだ私はお金いらんから、もうほんと普通の生活したい。もう疲れた。ありがとうお母さん。はい、ありがとう。ありがとう。この10年間苦しいこともあったよ。動画撮った中で家族の喧嘩も多かったし、勉強中とか実習中とか本当に辛い時もなんか動画撮らんなんて時もあって、でもその分いろんな YouTuber の人に出会えたってこと、
好きなアイドルとかにも会わせてくれたこと、普通の人にはできない経験をたくさんさせてもらったお兄ちゃんにも。広瀬すずにも動画見られたしね。それやばくないですか。流します。こちらです。あ、そう桐崎英二さん。そうね、うん、この前初めて見ました。唯一芸能人で僕らの動画見てくれた人らが広瀬すずなんですよ。いや、その時嬉しかったっけ。みんなめっちゃ嬉しかったよ。いや、私は YouTube やっとってよかったって思った。逆にりょうってそんなやっぱ有名やったんやと思った。今までほんとくだらん探検機とかワレクさんとか言ってるけどね、見てくれてありがとう。俺と舞はじいちゃんとばあちゃんに会いに行きましょうか。はい、久々にじいちゃんが動画に映りますよ皆さん。はい、行きましょう。いやー、気持ち悪い。それでは行ってきます。行ってらっしゃい。出会った時がじいちゃん久しぶり。いや、ほんと久しぶりですわ。いや、もうほんと今こんな動画出るなんて5年ぶりとか。強がってみても隠しきれてない。